さあピザラジロケ、はい、今回はですね、はい、始球式のための大井さんの練習ロケでございます。はい、はい、ちょっともうあのこのユニフォームの通りなんですけども、はい、ついで取り半端ないですねサッカーさっきまでやって、そうですね、今度は野球ですか。そうですね、河川敷まで来いって言われて来たんですけども、はい、もう真っ暗です真っ暗ですね、時間もちょっと、ね、やばいですからね。やばいですね。もう早いとこちょっと、はい、あのフォームの矯正とか、はい、いろいろ純ちゃんに教えてもらう。純ちゃんはもう野球経験者ですからね。一応そうですね、僕野球経験者で、で僕ヤクルト戦の始球式あと3日後か2日後にですね、はい、控えているので、はい、ちょっとしっかり教わろうかなと。あ、ちゃんとじゃあ僕教えます今回は。いいですか。自分の持ってる技術は大石さんに託します。あ、OK、わかりました、はい、それをどう料理するかは僕次第で。あとはもう大石さん次第で。OK、わかりました。ちゃんとあのふざけなしで。おふざけなしで、はい、僕やります。ちょっとまず最初に、はい、僕の今のフォームがどんなのか。あ、現状のね。そう、わかりました。ちょっと見ていただこうかなと思います。そうですね。キャッチボールやりますか。じゃあやりましょう、やりましょう、はいはい、僕野球経験ゼロですから。あ、全くゼロですか。はい、だからこれだけでいいんじゃないですか。ただ甲子園強豪校であったんで。ああ、なるほど。それなりに野球部との付き合いはありました。あー、なるほどなるほど、わかりましたわかりました。ちょっと待ってくださいね。もう3つ直せますね僕は。3つ直せる。はい。いや、でもまあさすがやっぱスポーツができるんだな大石さん。あ、マジで。はい、今もう何も意識せずに普通に投げてますけど。普通に投げてもらって、たコントロールがいいじゃないですか。ちゃんと胸くるから。あ、いい感じっすよ。ひとまずは、ひとまずは。オッケーオッケー。いや、もう俺直せますよ。これでいける。はい、まずちょっとあのキャッチボールの相手変わってもらっていいですか。僕大石さんの後ろに立って。ああ、なるほど。あ、まずあの今現状の大石さんの、はい、一番悪いところ、悪いところ、一番悪いところから直していいですか。はいはいはい、はい、教えてください女の子投げっていうのがあるんですよ。はい、普通の野球やってる人って僕も上手くないけど、はい、こうやって投げるんですよ。はい、ただ女の子投げっていうのは、うん、こう投げるんですよ。こう、あー、こう投げる。そうなってる。そうなってるところがあるんですよ。砲丸投げっぽい感じになっちゃうってこと。そう、砲丸投げっぽくこうなっちゃうんですよ。へえ。ただそれじゃなくて、うん、体正面向けて、正面向けて相手の方に向けて、はい、上体だけでこう。あ、上体だけで。そう、まずそこからもうこの向きで投げるときって絶対こうならないんで。あー、なるほど。正面向いてピッて相手に投げると、はあ、まず野球投げになります絶対。はい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 。これやってみます。正面相手に向けてスナップ効くんで。いきます。はい、ボートでもいいんでピッてあの思いのほか治ってないなと思ってあー、でもそう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 、オッケー。そうそうそう、正面から見ていいですか。はい。あ、そう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 。え、マジでマジで。そうそうそう、相当コントロール悪くなって。いや、そんなねプロ野球選手みたいには投げれるようにならないと思うんですけど。そう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 。へえ。あ、これが女の子投げじゃないんだ。女の子じゃない、あのスナップスロー、ちゃんとピッて。そう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 。あ、いいね。今ちょっと掴んでるかも。ちょっともう一回投げてください。そう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 。まず女の子だけじゃなくなってる、すでに。あ、かっこいい。かっこよくなってきてます、だんだん。あ、そう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 。やばい、純ちゃん、俺かっこいいっていう言葉にすげえ過剰に反応する。もう今あれですよ、2億ぐらいになってます。2億。あの普通に2億のファンの方に怒られるやつ。あ、いいいい、うまい。いい。で、はい、もう OK です。今もう第1ステップ突破。あ、なるほど。で、大石さんマウンドに立つじゃないですか。はい、マウンド立ちます。マウンド、はい、山になってて、うん、プレートっていうのがあるんですよ。はい、ありますね。プレートの使い方わかります。わかりません。プレートっていうのはこうや、なんかピッチャーさんこうやってますよね。はい、あのセットポジション、ランナーがいる時のセットポジションと、はい、ワインドアップって言って、はい、ランナーがいない時の、いない時の、はい、振りかぶるやり方。はいはいはい。振りかぶった方がかっこいいんで。こう、ま、僕の好みですか。はい、まあ、プレートが ありますよね。はい、あります。こうあったら、うん、プレート踏みますもん。え、踏んでいいの。踏んで、うん、人差し指親指だけ、うん、前に出す、前に出す感じで、はい、桑田でいきます。桑田こう1、もう、はい、あの投げる動作って4つなんで1。え、左、あ、右足です。右足、はい。でこの時もう力もダラーンって、はい、相手、阪神の1番だから近藤が出てくるんで近藤まず睨みつけるんですよ、こうやって。近藤選手を睨みつける、はい、近藤睨みつけて2位で足上げます。2、そう、あ、僕がじゃあ左でやります。大石さん僕の鏡でやってください。はい、1、1、2、2、この時もう90度ぐらい、はい、で3、3、4、4
最後がかっこ悪い。いや途中までめっちゃ良かった。三、一、いや待って一、一、二、あ、それもその時点で女の子投げになっちゃってるんですよ。こうやって。あ、なるほど。まだ三だ、こうです。三。あの金玉のちょうど、はい、で耳の後ろに持ってきて最後リリースしたら離れる。僕あの格好つけた投げ方ずっと練習したんですよ。え、それやると順ちゃんどうなんの？だからピッチャーでやるとしたら、うん、まず近藤入ってきました。はい、よろしくお願いします。お願いします。あの国家斉唱しました。はい、お願いします。一、にらむ。にらむ。にらみます。一。はい。2、足上げる、うん、3で止めて、4、うわかっこいい、で最後は ふわってああなるほど、これやってください。一番まずそこまでやらなくてもいいと思うんですけど、オッケー、こうならなければこういうことね。はい、1、はい、2、はい、3、4、あ、いい、もういや最後めっちゃかっこ悪いけどいやめっちゃ良くなった。本当徳本さん良かったでしょ、今良かったでしょ、だいぶちょっと完全冒頭しましたけど、いやいや良くなった、良くなってる、形はもう全然それで細かいところとかあると思うんですけど全然いいと思う。もう一回いいっすか、もう一回いいっすか、1、座ってみて、1、はい、ダラン、ダラン、そうそう、ダラン、にらむ、に2、はい、3、あ、そう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 、おほら、そういく、あ、ほんまや、はい、いった、今のでまあ練習はちゃんとしてきてるなっていう感じになる、っていう感じになります。1、2、あ、いいんじゃない、はい、最後ちょっとフィニッシュだけかっこよく、フィニッシュだけここで止まる、なんで、なんでこれ本当にかっこいいぞ、わかんない、俺なにこれ、まずいきますよ、うん、1、2、最後の躍動感がやっぱなるほど、投げた後の躍動感、反動でこうやって戻ってくる、オッケーオッケー、いきます、1、1、2、2、3、それ今のやったらもう阪神ファンからわーってでもまあ本当にそんな大げさにやらなくていいと思うんですけど全然いいと思う。ちょ、僕このカメラ目線でいいですか、お願いします。1、2、あ、いい、もう全然 OK、 マジで、もうあとはもうストライク入れるだけですね、それが一番難しいでも全然いいと思う。でフォームが大事だからね、フォームがある程度決まってると思うんで、今ちなみに女の子投げになってた、全然女の子投げじゃないです、なってない、そうだからもうこの段階でピッてもう手首だけで投げれるんですよボールって、あー本当だ、力抜いててもピッて投げれるんですよこうやって、わすごい、これが一応女の子の投げじゃない野球の人のスナップスローっていう、もう一回いきます、はい、ダラン、にらむ、2、3、4、ほら、わー、うまい、今もう中村選手、もうキャッチャー中村だと思うんですけど、もう雄平がこうやって、はい、拍手で迎え、今普通に自分でもいけてた気がする、今ど真ん中っすもん、1、2、OK、どうすか、いいんじゃないですか、なるほど、あ、これいいねで、足上げた時にプラッ、こうやってなっちゃうと一番かっこ悪いんで、だったらもうあんまり上げなくていい、あ、いい、めっちゃいい、もう今の感じです、マジで、あとフィニッシュだけだね、あとフィニッシュでなんかこんなバーンってならないように、 OK、 いきます、はい、1、2、おい、やべえ、俺間違ったこと教えちゃったな。わ、めっちゃいい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 。いいんじゃない？いや、もう全然もう教えることないっす。100点。いや、めんどくさくなってない。いや、これ以上もっと専門的なことって俺もわかんないし。いきます。投げ方だいぶ良くなってますよ。あと、ほら、コントロールもいいし。わあ、いいね。これできんじゃない？これであとちょっと当日に。30分ぐらいキャッチボールして、うん、肩を作ってやったらもう完璧、完璧です。あれ、ヤクルトの選手って付き合ってもらえないよねさすがに試合前だから、もしかしたらうちのスタッフにちょっと頼んで、
あとやったことない動きやってるから今ここもう筋やばいそうですねここやばいね。やっぱピッチングって相当負担かかるんだね。相当負担かかると思います。なるほどですね。もう1、うん、1今1、2、3あんまりねこうやってなっちゃうとバランス崩しちゃうから、はい、このまま足上げるだけでいいんですよ。はい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 。1平行に足上げて、うん、で倒れてきて自然と一番遠いところで腕が鳴ってそのままヒュッ。そう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 。もうそれでいいです。最後にじゃあ俺がそれを教えます。うん、自然と僕今演出何も。もう全部。まあでもアバウトに言うとそんな感じです。なるほど。はい。これちょっと実践しますわ。実践してください。ありがとうございます。大丈夫だと思います。はい、はい、以上ピザラジロケ、投球練習でした。ありがとうございました。先生、頑張ってください。先生、ありがとうございました。頑張ってください。頑張ります。応援してます。ありがとうございます。ありがとうございました。